はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ザ・ビーステッド・アルベルです。さあ、本日なんですが、私自身を救済していこうというふうに思っておりましてですね、皆様このザ・ビーステッド・アルベルというモンスターご存知でしょうか。これなんかザ・ビーステッド・アルベル、名前だけ見るとめちゃくちゃ強そうなんですよね。めちゃくちゃ強そうなんですけど、結論から申し上げるとマジで雑魚重症患者とか、クソザコモンスターとか、いろいろの、ひどい言われようなんですけども、これね、1番の効果と2番の効果、マジ弱いんですよ。で、こいつの優秀な点は先に説明しておくと、一応ね、ビーステッドモンスターなんで、このルベリオンからね、サーチできるというところ。で、下級モンスター、唯一のね、ルベリオンからサーチできるモンスターになってまして、で、レベル4のチューナーなので、そのステータスというか、性能とか、この辺は優秀。レベル4、1800チューナー、ドラゴン族。これは優秀、ザ・ビーステッドも、名称持ちなんですけども、1番2番の効果マジやばいんですよ。マジでやばいです、はい、これをちょっと今日はね作っていこうと思ってました。特に2番の効果ですね。で、1番の効果、まずこのカードのカード名はフィールドを墓地に存在する限り、アルバスの烙印として扱うという効果がついてまして、これね、アルバスの烙印としても扱うとは書いてなくて、として扱うって書いてあるんですよ。だからビーステッドサポート1ミリも受けられません。なんとビビるでしょ。副楽園で蘇生はできない、B セットじゃないから、副楽園で蘇生できない、楽園の獣で割れないB セットじゃないからね、アルバスだからという、アルバスサポートは若干受けるかもしれないけど、そういうね地獄みたいな性能してるんですよ。これとしても扱うのもが抜けています。はい。で、2番目の効果、このカードが召喚特殊化に成功した場合に手札を捨てて、相手のフィールド墓地のドラゴン族モンスターを対象に、このカードを墓地に送って対象のフィールドのモンスターのコントロールをエンドフェーズまで得る、または墓地、このカードを墓地に送って対象の墓地のモンスターを自分のフィールドに特殊化するという効果があるんですけども、まずドラゴン族でなければならない、相手のフィールド墓地のモンスターが、だからまずね認定する必要があります。はい。まず認定する必要があれば効果使うんだからね。で、さらにこれなんとね、召喚特殊化に成功した場合手札を1枚捨てるんですよ。手札を1枚捨てるときは強いこともあるけども、基本的にはあんまり強くないですね。手札を1枚捨てるっていう効果は。で、相手のフィールド墓地のドラゴン族モンスター対象にとって、これ自分をリリースというか墓地を送る必要がある。このカードを墓地に送ってコントロールをエンドフェーズまで得るんですよ。エンドフェーズ、つまり帰っちゃいます。エンドフェーズにパクっても。頑張って相手のダイジに召喚特殊化して、相手のモンスター、相手のドラゴン族モンスターパクりますという動きしても、エンドフェーズに帰っちゃうし、手札1枚捨てるし、自分いなかったんですよ。アドソンすぎない書いてることやばくない？手札1枚捨てて自分墓地送って相手のモンスターエンドフェーズまでパクるだけ、何それみたいなね嘘でしょみたいな効果してるんですよ。今日はねこの効果をちょっと全力で使っていきたいというふうに思ってまして、デッキを組んできました。で、まずそもそもドラゴン族にしないといけないので、バスターブレイダーギミックと相性がいいので、バスターブレイダーですね、まずね。バスタードラゴン。これで相手のフィールドのモンスタードラゴン族にしてパクれる状態にします。で、アルベル君の効果で、召喚特殊召喚成功しないと、効果発動できないので、自分を、相手のターンに特殊召喚する方法が必要なんですね。なんで、深淵竜アルビオン。はい。これで、一応、相手のターンに自分の墓地のモンスター特殊召喚できるんで、これで、アルベル君を特殊召喚していきたいと。いう感じですね。はい。正直ね、ザ・ビーステッド・アルベルを特殊召喚するよりも、アルバス特殊召喚しろやっていう、話があるんですけども、そのコメントしてきたやつは、本当一人残らず、片っ端からブロックしてると思ってます。はい。はい。一人残らずね。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。ダメだ。全然、ビーステッド・アルベル君がなんか活躍しない。どうしたらいいんだ。このハンドはまあまあ強いな。いや、万流止めないでほしいな。ちょっと一回レベリオンで裏チェックしますね。フィニッシャーなく28なんだ、こいつ。サロニール。28、まあまあ高えな。破壊剣士の万流召喚効果発動。あ、通る。よし。とりあえずまず、土俵には上がれるっぽいぞ。で、破壊剣士の万流1体で、リンク召喚。ストライカードラゴン。まあ、これ、あれですね、来年、辰年なんで、相手をドラゴン族に変えて、展開するというサイコパスドラゴン認定デッキ意外と流行るっていう説ないないか。ベーステッドルベリオンを特殊召喚し、獣引いてんのか。
まあ、こんなものは落とすかと決まってるんで、なんでかって俺はこいつを救いてえからだよビーセットアルベルク、これあのあれなんですよね、実はさビーセットアルベル結構チューナーである、しかもレベル4であるっていう点は結構強くて、割とあのレベル4からサーチできる下級モンスターでありレベル4チューナーとしては非常に優秀なんですけど、もう2番の効果ほんと誰一人使ってないという話がありましてですね、まあそこをねなんとかしたいなというデッキと、なっております。今現在、ストライカードラゴン効果発動、これ愚かな埋葬であれかメルクーリエ落として除外するパターンあったな、まあいいか、深淵竜アルビオンをアルバスと、カルテシアで融合召喚していく、現れよ深淵竜アルビオン、そして失楽院の効果発動、失楽院の効果によって、まあ、これはさすがにメルクーリエ、そして愚かな埋葬でなんか落として強いやついるか、愚かな埋葬発動、なんか強いやついんのこれ、ああこれドラゴンバスターブレード送っとくか、これ強いだ、でカードを1枚セット、カードを1枚セット、これで俺のターンは終了するぜ、さあお前のターンだ、かかってこい、これビーステッドレベリオン、ビーステッドレベリオンじゃねえや、ザ・ビーステッドアルベル出してえな、ビーステッドアルベル出してえな、ちょ頼む出させてくれ俺にビーステッドアルベルをレスキューキャット、まずい、それは効果を通してはいけない、破壊剣士の溶乱の効果を発動、破壊剣士の溶乱の効果によってバスターブレイダーと破壊剣の追憶を墓地に送り、融合召喚じゃねえや、シンクロ召喚を行う、インチキシンクロ召喚、さらにこの効果に転し深淵竜アルビオンの効果発動、深淵竜アルビオンの効果によりビーステッドアルベルとサロニールを相手の盤面に送りつけ、ビーステッドアルベルを自分の場に特殊召喚するぜ、うわっ、これ絶対バスブレすればよくねって言われそうバスブレすればよくないですかって言われそう、これでサロニールを特殊召喚していく、そして破壊版竜バスタードラゴンをシンクロ召喚、このカードの効果により貴様のフィールドのモンスターは全てドラゴン族となる、そしてアルバスの楽園の効果、アルバスの楽園っていうかビーセットアルベルの効果発動、手札を1枚墓地を送り貴様のモンスターをパクるぜ、そして自分をリリース、なんでこれなんで自分リリースすんの、これアドソンすぎるからこの動き、ふざけやがって、なんなんだこのクソみてえな効果、いやーこれいやこれバスブレでよこしといたら話早いんじゃないかっていう話めちゃくちゃあるんだ、これ破壊剣士、破壊剣の追憶を発動します、さあ追憶の方がよって融合召喚します、あーまあまあでも墓穴、まあまあいいか、まあいいか、いや墓穴ビーステッドアルベルなんか舐められて墓穴されなかったんだけどお前そこで墓穴しろよふざけやがってよ、なんかバスブレに打てばいいかと相手思ってたから、なんか普通にスルーされたぞ墓穴、あそこでなんでビーステッドアルベルに打たれんだよ、ふざけやがってよ、舐めてんじゃねえぞ、めちゃくちゃ舐められてるぞアルベル、くっそやるな、でも普通になんか打ちそうだけどね、墓穴打ったらあったらね、なんか打ってなんかバスブレ出てきて積んでるみたいな人結構いそうだけどね、いやアルベルマジでそんなに舐められてるの、まあなまあ盤面は変わってないもんね、あんまり、やべえ、ちょっと待って、これバスブレいないとこれなんかどうしよう、とりあえずマグナムートバックターンでマグナムート効果発動、マグナムート効果&ザ・ビーステッドルベリオン出して破壊してみたいな、こっちでいいか、バスタードラゴンいなくなるんだよね、バスタードラゴン死ぬので、これ次の
次の手がこのターンの終了時にこれリリースででいいですわ。で、ザ・ビーステッド・ルベリオンの効果を発動し、いやエチュードいらねえ、福楽マジエチュード使えるかなと思って入れたけどマジで使う機会ほとんどないんだけど、うむうむ、えこれ何もできないのこれえそんなことある、そんなことある、やばい、キル取れねえ、どうしようあ、まあ、これ破壊したらあれか、断罪落として楽に融合回収できるか。いやマジでこれちょっとなんかこねくり回してるけどさ、すごいこねくり回してんだけど結果ワンキル取れてないの、これやばくないか。でまあ断罪の効果発動して楽に融合回収して、はい、でまだ俺リンク召喚とかしないもんね、これ大丈夫だね、楽に融合打てるよね。でまあ、誰でもいいか、これでいいや、誰でもいい。でぶん殴ってぶん殴ってぶん殴って、はい、おい、てかあれかマグナムートじゃなくてあれか、普通にサロニール持ってきてサロニールリリースしちゃおうとか、はい、なんかライフ残ってもうだわこれやべえ、ちょなんか救えてないかもしれないこれ、まあ、一応獣で後ろ終わります。楽園の獣の効果、相手のフィールドのカードとビーステッドを破壊する。あやべえ、アルバス、ちょっと待ってちょっと待って、アルバス両方とも言ってろ、やばいやばい、楽イーゴ撃てん、助けてくれ、なんだこれ、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って弱すぎる弱すぎる、ちょっと弱すぎる弱すぎる、それは弱すぎる、やばい、ちょっとマジで待って、ほんまに待って、これマジでやばいこと起きる、楽イーゴ撃てないやん、アルバス言ってっから、ちょあかんって、なんだこのクソラコ盤面。いやでも大丈夫か、アルビオンがいるからアルビオンで融合しに行こう。キットはい、福楽院の効果でマグナムート特殊召喚、いやまあアルビオンがいてよかったですねあでこれあれだわ、あのね、いやこれ最強ムーブ見せるよ、アルベルザビーステッドアルベルとアルビオンを特殊アルビオンじゃねえや、なんだっけ、ビーセットアルベルとアルバスを特殊召喚する動きを見せれそうなのでちょっとそれやりますわ。これね、これちょっとだけ相手にその選択を責められるというか、まあ、相手のミスを誘うというかいう効果あるんですけども、ちょっといきますね、今からお見せしましょう最強のムーブ。深淵竜アルビオンの効果、深淵竜アルビオンの効果によってアルバスの楽印とビーステッドアルベルを相手のフィット上に特殊召喚する。そうするとこれ相手がアルベルの効果使えるんですよ。で優先権 相手チェーン1なんで、ザ・ビーステッドアルベルの効果起動しますがチェーン1になって、でチェーン2でアルバスなんでこう滑るんですね。そうすると相手の手札捨てさせれるっていう判決が入ります。これこれチェーン順的にアルバス、ザ・ビーステッドアルベルの手札捨てる効果先でチェーン2でこっちのアルバスになるんですけど、ザ・ビーステッドアルベル君弱すぎて自分を墓地に送れないとパクれないっていう仕様になってますんで、これ相手が手札捨てて効果発動すると半デスになりますクソみたいな、クソみたいなシナジー捨てろ、効果発動しよう、効果発動しよう、何効果を発動しないだと、貴様なかなかやるな、分かってるの、相手分かれてたわ、相手分かれてや、これなかなかやるな相手、やばい、ちょっと時間ないぞ。でルベリオン効果、手札捨てる、でスナクリン効果、やばいやばいやばい、時間ない、急げで、カルデシア持ってきて、でルベリオン効果でミラジェイド出す、やばいぞ、もう時間がないぞ。でミラジェイダー効果発動、送る、除外、
危ない。危ねえ。てか相手よく分かったな、あれ。あれチェーン順的にですね、なんか手札捨て捨てするもんなんですけどね。これね、これ調整段階で気づきました。このザ・ビーステッド・アルベルの効果が弱すぎて、相手に送りつけて手札を捨てさせるムーブが実は結構強いと。やばい、時間だ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 、もうもうもうちょ、もうもうもうキャンセル、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 危ない危ない、時間が時間ない。ドロールベリオン、オッケー。さすがに殴ったら勝ちか。まあ、一応置くか。エチュードとかいう激キモカード置いて、これエチュードマジ使わねえな、マジで使わねえわ。で、楽園の獣発動して、ルベリオンリリースして、あそこ破壊して、あ、ロワーか、なるほどな。オッケーオッケー。まあ一応ルベリオン効果使って、はい、サロニーいるで、これで勝ちか。これさ、これじゃあビンステッドアルベル、これ救えてるのかな。いやー、やっぱこの2番の効果使おうと思うとマジ弱えな。本当にね、優秀ではあるんですよね。チューナーであり、レベル4であるっていう点は非常に優秀なんですけども、あ、レベル4からサーチできるレベル4チューナーっていうのはね、優秀なんですけど、いやちょっとね、2番の効果あまりにも弱いね。ビビるわこれ、マジで決まんねえし。っていうかパクるくらいだったら、なんだ、別のことしろの感はすごい。ほんとパスベル出しても強いっていう話あるね。うん、使いながら悪口が出ると、いうのは久しぶりですね。はい。使いながら悪口が出るというのは久しぶり。まあ、一応サロニールで送れるという利点もありますね。はい。まあ、利点なのか知らんけど。で、メイスラクイーン置いて、アナコンダして、ちなみに誘発撃たれると、まあどっか展開できないんで、まあ、足りなくなるじゃないですか。今もう割とコンボパーツ、これが最大の一応コンボパーツ揃える展開なんで、だからどっかコンボパーツが揃わないと、もうアルベルがそもそも活躍しないっていうところがありまして、はい、もうかれこれ撮影開始してからどんぐらいだろうな、5時間ぐらいは経ってますね。はい。無理すぎんか、このカード。このカードマジで活躍させるの無理すぎる。相手これなんもないからワンチャンありそう。メルクーリエ、はい。でセットセット、はい。でこれでエンドフェーズですね。エチュード、これマジで使わん、マジ使わねえな。エチュードってさ、アレベル維持しないといけないからさ、アレベルってさ、自分リリースして自分墓地を食って相手パクるみたいな効果なんですけど、あ、翡翠じゃん、翡翠じゃん、翡翠亭じゃん、これやばいから、ね、これ飛びちゃうか。これメルクーリエで効果発動。ちょっとエジル亭はね、ちょっとやばいっすわ。普通にミラジェル除外されなくなるとかいうのもあるし、あと獣で割れなくなるっていうのもあるし、まあ今獣はないんだけど、まあまあうざいからそれは普通に無効。翡翠溶乱いいだろう。翡翠もね、だいぶ強くなりましたね。動画にね、してるんで、よかったら興味ある方は見てほしいんですけども、割と準構築でも結構やれる、戦えるようにはなりましたね。結構ね、はい。エジルラ、まあ、エジルラの真骨頂は出張した時の強さでもあるんですけどね。エジルは、対象には取れない、対象に取れないというか、対象に取るとなんかいろいろ湧いてきて鬱陶しい。いやこれは大権限結構やばいぞ。これバロネスが出てくるかもしんないんだよな。まあちょっと一回破壊剣士の溶乱打って、ドラゴン族認定しとこうわ。はい。でサイコパスおじさん出していきましょう。サイコパスおじさんすぎて、お前ドラゴン族なって言って認定してくるからね、勝手に。増字、なるほど。 G ですか。 G はもうさすがにもう全部使います。破壊剣の追憶と、深淵竜アルビオン使いましょう。もうすべて使います。すべてのカードを使っていきましょう。サロニール送りつけて、これマジでここ本当にアルバスでいいんだよな。ここマジでアルバスでいいっす。ここアルバス蘇生した方がよっぽど強いっす。なんでかっていうと、ミラジードになれるからですね。おまあ、そういうこと言ってくるやつはね、そういうこと言ってくるやつは本当ブロックしようと思ってます。
コメント欄で、そこアルバスにしたことよくないですかって言ってくるやつは、ほんと片っ端からブロックしてやると思ってます。はい。で、ユーハカの剣士、バスターブレード出していく。で、ドラゴン族認定もしていく。よし。で、守備になる。さらに、デッキからなんか出てくる。大権限の効果によって。で、アルベル君の効果によって手札捨てると相手のモンスターパクれるという話あるんで、これでシンクロ召喚さえもさせないという話ですな。ザ・ビーステッド・アルベルの効果、手札を1枚捨てるで、相手のフィールド上のドラゴン族モンスター、今全部ドラゴン族になってるんで、何でもパクれる最強。何でもパクれる最強。営業過失。これ絶対アルバス蘇生したら、アルバレナッツになれるからね。うん。これアルバス蘇生したらアルバレナッツになって全部モンスター吸えるんですよ。まあ、ザ・ビーセット・アルベル君は、なお、ビーセット・アルベル君は1体しか、パクれない。しかも自分はどっか行くし、エンドフェーズに相手のコントロールが、返っていくと。まあ一応シンクロ召喚阻止はできたな。シンクロ召喚阻止はできた。うむ。悪くないだろう。あ、呪縛、うざ。呪縛、うざ。うわー、うざ。呪縛されたやん。特召喚、召喚特召喚したモンスターはそのターン効果届きないね。きしょ。きしょすぎてやばいわ。で、これ帰っていく。翡翠モンスター消さねえといけねえんだよな。まず一回展開すんのに。鬱陶しいな、これ。一旦ぶん殴って、で、いなくならせたら呪縛の効果が、なんだこれ。あ、うざ。そんな効果あんの？やべ、全然しなかった。で、はい。これで止水いなくなりましたと。いうことで、こっからは展開できますな。メイン2。で、楽園融合をぶっ込む。何やんのこれ。あー、これもう、これリリースしちゃっていいな。リリースして、で、まあ、この、あれですね、バスタードラゴン君も、次のエンドフェーズで死んじゃうんで、洋乱でね、出したバスタードラゴンは、次のエンドフェーズで死ぬと。いう効果がありますので、まあ、そこが問題ですね。はい。で、楽園の獣で、呪縛叩き割って、OK。で、これで、あ、やべえ、時間ねえ。じゃあ、やばいやばい、急げ。で、楽園融合発動。楽園融合によって、アルバスと、まあ、クックヨムでいいか。で、融合、アルビオン、で、効果起動、効果起動、これやばいな。ほんまにやばいわ。なんか本当にね、一生、ここアルバスでよくねって、一生今日言ってる。マジでやばい。このなんか、ザ・ビーステッド・アルベルとかいうモンスター、さすがにやばい。私、すごくエジルランが飛んできたぞ。なかなか諦めねえな、翡翠は。いや、これ結構敵対盤面にはなってんのか一応、ある、ザ・ビーセット・アルベル VS、翡翠なんで、まあ一応敵対関係になってますね。まあちょっとこっち、ミラジェイドさん、ちょっとあなたのエースモンスターなんですけどね。バスタードを、墓地を送って、ゲームから必殺の除外を飛ばして、これ、エジル・ラーンをぶっ飛ばせばトークンいるからもうこれ水属性しか出せないみたいな縛りついてて、でしかもなんかサロニール邪魔すぎて何もできんみたいな話なんだこれね。はい。あ、大権限。ああ、まあまあそれはいいよ、除外するのね。まあまあそれはいいでしょう。はいはい、まあそれは問題ないです。一切問題はない。相変わらず時間ねえなこのデッキ。はい。で、装備するのはどうでもいい。で、アルビオン効果使って融合を、融合っていうか、これあれか、シンクロできるのか。シンクロしていこう。あー、はい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 。増字、OK、うらら。これで、相手積みやな。で、これ、待って、エチュード使おう。エチュード使いたい。エチュード、せっかく入れたエチュードは使いたい。あとこれ、エチュードはいらない、多分これ。エチュードマジでいらない。エチュードほぼ活躍しないもん。一応打つ。でこれ12シンクロ一応できるんで、盤面でここと、これでシンクロ召喚現れろ。デスピアンルルアリリス。
はいはいはい、どうぞ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 、 OK です。いやー、まあもうこんなもんやろ、もうこんなもんやろ、もうなんかあれだわ、やべ時間ね。アレベル、ザ・ビーステッド・アレベルは基本的にレベリオンからサーチできるレベリオンチューナーとして、やばい時間ないです、見ておいて、まあ、あとはおまけと、捉えておいた方がいいんじゃないかというふうに思います、皆さん。はい、なんかバスブレしたところで結局アレバス特殊召喚白用の、あの構えは変わりませんでした。大変申し訳ございませんでした。死んでお詫び申し上げます。対戦ありがとうございました。ちょ、2番のテキストもいらないから消していいわ。なるほど、ドルイドブルームでなんとかなるデッキで頼むわ。ローンファイアブロッサム、何ローンファイアブロッサムからのオフリススコーピオン、何オフリススコーピオン、久しぶりだな。オフリスダーリング、やべえ強え、オフリスダーリングの動き久しぶりだな。これレトルトフュージョン、なるほど、わからんな、なんだこのデッキは。あれだな、回遊号返してほしいな。うわ、インボーカーやばそう、インボーカーはやばそう、さすがに。え、いやまああんま意味ねえか、これ今アフリスダーリングちょっとあんま意味なそうだから、ちょっと一回とスルーしとこう。どれでもいつ出せんだこれ、ヒロイックエンボイ、なるほど、これあれですね、なんかモンスターいっぱい並ぶみたいな、レベル32体で、展開してくるみたいなデッキなのかな。レトルトでこれ誰出るの、これドラゴネス、誰誰魔装騎士ドラゴネス、アーメイルプラス、ワンハイワンワンハンドなんだっけ、ワンハンドレッドシールドドラゴンみたいな、イゾルで、やべ好きに展開されたんだこれ。おーおー、すごい展開力やの、スカルテッドまで出る、なるほど。レベリオン2体デュガレス、なるほどなるほど、リュウイチわからん、マジでわからん。どの効果ですか、あ墓地から蘇生ですか、なるほど、メインフェーズ実績されますけどいいんですかね。ロンファイアブロッサムいいですよ、ロンファイアブロッサム効果発動、デッキから植物モンスター入ったら特殊召喚、なるほど、ローンファイブロッサムいいでしょう。こいつ一体何がしてんだ、ディーフェアリ待て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 、え、これ俺死ぬの、え、これ死ぬ、リーフェアリ君装備カード墓地を送ると相手に500ダメージ与えるって、え、これなんかもしかして神道竹光来たからなんか死ぬほど装備カード装備できて僕すぐ死にますとかある、これもしや、やばい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 、やべ、まだでも6500あるけどそんな簡単に削る、うわやば、激ヤバカーフが悪夢の拷問部屋はやばい、死ぬ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 、さすがにさすがにやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、痛い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 、エンドベイズ、死なないの、え嘘でしょ、死ぬと思って立て死ぬと思って話してたんですけど死なないのマジ、え、こっから死ぬとかないよね、え、なにこいつ、こいつ何、なにこれ、なんやねんこいつ、何がしたったよこれ、嘘でしょ、ちょ、一個言っていいですか、ちょ、お前何がしたいねん